汝は魔女の瞳を用いてファルジの闘志をかどわかし、この町に争いの種をまいた。そういないな。この町を雪で閉ざし、人々を閉じ込め。なんであいつ何も言わねえんだ。何を言っても状況は変わらない。だからって言われっぱなしかよ。今騒いだらどうなるか考えろ。俺だってロレンス、いいの？今は見守ろう。質問に答え。いい加減に。よせ。しかしルーガス様、ファルジの一族も、それによってこれほど不幸なことがあるだろうか。ふざけるな。そいつのせいで不幸なんて、そんなことある。少なくとも俺はそいつに。その左手はどうした。大層な怪我のようだ。違う、これは俺が。なんならこの場で詳しい経緯を話してもいいが。てめえ、こらえろ。あいつは本気だ。お前に言われるまでもね。おい、みんな聞いてくれ。やめろレビ。うっせえ。俺だけ逃げるなんて真似できるかよ。ジェド、お前、この後に及んでまだ私を信じている。本当におめでたいよ。おいお前、俺はこの赤い目こそが何より。根性は狼を惑わし、鷹に取り付いた。そう。答えは、うん、私は全てを終わりにしたい。俺とは真逆の道を望んだか。ごめん。違う道を選ぶならお前を殺す。うん。どういうことだ。だから、うん、できるだけ大勢。確かに、皆の前で認めてしまえばボルグの兄弟も味方を作ることは難しいだろう。だが私は、私の目の魔石は一度砕けてる。だから万が一カレードビアを使っても、その時にはルーガスは魔女を殺した。ラバンやレビ、悪い魔女を倒してもう一度ファルジとボルグが手を取り合え。それが束の間だ。
だと私は。お前は。え？大勢の前でそんなことが頼めるやつは。嫌な役目をさせてごめん。でもルーガスにしかできないことだから。お前が死んだ後。そうだね。それはルーガスを信じるしかない。信じられるのか？信じられるよ。マジ。カレードヴィアを使えば。うん。お前が死んだ後に、間もなく俺たちもた、うん、ならば。ありがとう。きっとどんな結末になっても、私はその中を。お前一人を生かせはしない。うん。お前がどんな世界へ行こうとも。の子よ、兄は惑わされたのだ、弟は狂わされたのだ。この赤い目の魔女によって、違う、俺たちは。ジェド、どうして。お前たちは私を殺すことなど。ルーガス様、お下がりください。ここは我々が。邪魔をするな。しかしこいつは俺のものだ。誰にも邪魔はさせん。
ジェド様、お兄様か。花だ。カレイドフィアか。Thank you.
ルーガス。遅かったな。てめえ、よくもジェドを。頼みがある。ふざけんな。待て、レビン。止めんなよ。泣いてるよ、この人。なんでお前が。俺が。何かあったんだね。どういうことだ。黙って聞いてくれ。こいつの。決まってから。なんでもっと早く俺に言わねえんだよ。俺たちには殺せないと考えたんだな、兄貴。ルーガス、ジェドはお前を選んだんだ。ルーガス、お前をな。なんだよこんなの。改めて頼む。約束をたがえるわけには。たまだ破ったりしてみろ。その時は受け取れ。最後の魔石だ。それを閉ざされた世界。ジェドの魂は僕が伝えたかったのはそれだけ。それじゃ。待て、ジェドは君だけ知らないことがあるのは公平。それだけか。強いて付け加えるなら、たとえその可能性が自分だけを。そうはさせない。今度はお前の番だ。お前が貫かれたのと同じ。落ちていく、落ちていく。全身に水のような抵抗を感じながら、次第に自分が落ちているのか、そんなことも。暗闇と自分の境界が曖昧になっていく。私の体は、手をかざしても見えないのは、瞳を凝らしても何も見えないのは、失われていく。体も、私が、このまま。何かが、そうだ、その先には手が、私の肩、
私のではない手が、そこから顔があることがわかる。失いかけていたものが戻ってくる。誰？私を引っ張ってくれているのは、薄くまぶたを開き、ああ、この人だ。道にも迷わず、本当にこんなところまで来てくれた。必ず迎えに行くと言っただろう。あんまりぼーっとしてると遅刻しちゃうよ。あ、ごめん。ずっと寒いところにいたから珍しくて。あ、放課後なんだけどちょっと寄り道していいかな。いいけど、どこに？アキちゃんの誕生日がもうすぐだからプレゼントを用意しようと思って。ああ、姫野くんか。もちろんだよ。私一人だと迷っちゃうから一緒にいてくれると嬉しいな。相変わらず仲いいね。なんて言ったっけ？拓也くんと和也くん？そうそう。それぞれ忙しくしてるけど。それで湖の上にお城みたいな廃墟があったんだって。ああ、あの館か。うん、でも一度見てみたかったな。珍しい蝶。それでか。ああ、うん。まあいい。今度の休みに連れて行く約束をしたから、君も蝶の説明をしてやってくれ。いいの？やった。それじゃあ次の土曜日。今の二人どうしたの？ううん、なんだか知っている人かと思っただけ。実は運命の人。うん、実は前世で恋人同士だったと。愛はロマンチストだね。どうしたの？かっこよくそういうこと言うのやめてほしい。そうじゃなくても男前なのに。お、男前？弟？ずいな。わかった。
母さんも無理せず気をつけてくれ。もうはごめん。ノット。ごめん、急いでたから。いや、問題ない。入らなくていいのか。遅刻するぞ。あ、うん。俺は職員室に行く。そうなんだ。あ、あ。ねえ、早く。待って、すぐ行くから。こうして。うつしおで再び魂たちは目それは全てを忘れてしまっても親から子へそしてその先へ目でたし、目でたし。